ミッキー・スミスは、テレビドラマ、ドクター、フーの登場人物。10代目ドクターのコンパニオンである。ノエル・クラークが、シリーズ1、マネーキング・ウォーズから2010年新春スペシャル、字の終わりパートにまで演じた。日本語版の声優は、佐藤節次。自動車整備工場に勤務する、アフリカ系の若い成人男性。ローズ・タイラーの恋人であり、彼女よりは数歳年上である。 9代目ドクターと出会った際には彼を怖がり警戒し、さらに彼と親密になっていくローズに対して複雑な感情を抱き、他の女性と交際を始めて、ローズを拒絶したこともあった。彼がローズやドクターに影響されて、旅の一員に加わったのは10代目ドクターの時期からで、ある。コンピュータオタクであり、ユニットのミサイルシステムにハッキングする。 サイバス工業のセキュリティを突破するなどといった高い能力を持つ。当初は臆病な性格であったが、サイバーマンとの戦いで、パラレルワールドにおける自分であるリッキー・スミスを失い、それ以降はトーチウッドに潜入して勤務し、サイバーマンやダーレク及び、ソンターランといった強力なエイリアンとも戦う勇敢さを手に入れている。また、すでに亡くなった祖母に対し深い愛情を持つ。 9代目ドクターからは、リッキー、10代目ドクターからは、マヌケのミッキーと呼ばれるのがお約束である。ミッキーのオートンの頭部。ドクター風エクスペリエンスの展示ローズと同じ地域に、幼少から暮らしており、物語の開始時点ではすでに恋中にあった。ドクターに接近したローズと同行していたため、ネスティーン式体から目をつけられて、オートンに拉致され、自らのコピーオートンを製造される。 ロンドン愛の地下に囚われていたところを9代目ドクターとローズに解放される。ローズがドクターからの旅の誘いに乗って1年間地球を留守にしたため、ミッキーはローズの母ジャッキーにより彼女を殺害した疑いをかけられ何度も取り調べを受ける羽目になってしまう。それでもローズに対する愛想は尽きず、ドクターとローズに協力してスリジーンの暗躍を阻止する。次に、 ローズがイギリスへ戻ってきた際には、パスポートの用意を頼まれてカーディフまで出向くが、実際には、パスポートはいらないと告げられ、いつも彼女が自分を置き去りにして、旅に出てしまうことへの鬱憤を爆発させる。スリジーン一家の生き残りをドクターらと追っていたがそれを放棄し、ローズと別れて、ロンドンへ戻っていった。その後は、関係を修復しており、2001世紀から戻ってきた。 ローズを未来へ戻す作戦に協力する。2005年のクリスマスイブの時にはドクターが10代目ドクターへ再生する騒動に巻き込まれ、さらにパイロットフィッシュとシコラックスによる襲撃を受けた。その後、近隣の学校に異変を感じ取り、ドクターとローズを呼び戻して共に調査に乗り込む。この時ドクターのかつてのコンパニオンであったサラ・ジェーン・スミスと犬型ロボットの K9 に出会う。 この頃には自分の目で宇宙を見たい意志が芽生えており、ドクターとの旅の再会を辞退したサラ・ジェーンの代わりにタービスに乗り込む。ポンパドゥール夫人と出会った後に事故でパラレルワールドのロンドンへたどり着いてしまい、その世界における自分であるリッキー・スミスと出会う。リッキーやドクターと共にサイバーマンと戦った後、世界中にサイバーマンの工場が残っていること。 そしてすでに亡くなった祖母がこの世界では生きていることから、ドクターやローズと別れて、パラレルワールドに残留し、サイバーマンと戦い続けることを決意する。サイバーマンが、ボイドの裂け目を通って、ドクターの世界へ進行を開始したため、ミッキーも裂け目を通って、ドクターの世界へ戻り、ラジェ主審の部下として、トーチウッドで勤務を開始する。パラレルワールドから侵入した。 サイバーマン及びボイドシップから出現したダーレクトの激戦の末、ローズと彼女の家族と共にパラレルワールドへ避難した。その後ダブロスキーるダーレク艦隊がボイド空間を消滅させたため、パラレルワールド艦の行き来が可能となり、ミッキーはジャッキーと共にダーレクトの戦いに臨む。パラレルワールドの祖母もすでに他界しており、ローズとの関係も終わりを迎えていたため、 ドクターとその仲間たちの活躍の果てに、ダーレック艦隊を退けた後は、ドクターの世界に戻ることを決意した。ダーレック襲来の一件で、マーサ・ジョーンズと知り合っており、彼女と共に、ソンターランと戦う姿を10代目ドクターが、目撃している。ニューヨーク・タイムズのチャールズ・マクグラスは、シリーズ1、マネキン・ウォーズにおけるミッキーを、ローズの、 悪意はないが間抜けなボーイフレンドと紹介した。シリーズ1、u o ロンドンに墜落と宇宙大戦争の危機の彼らのレビューでは、クレアム・バークとロバート・スミスがキャラクターの成長について、彼がアパートでスリジーンに出会う時まで彼の装備は野球のバットだけだった。皆彼にレギュラーのコンパニオンになってほしい。と称賛している。執筆者は、 シリーズ2でミッキーが一時的に旅に同行した際には彼が大いに成長したと感じテレビシリーズにおける初めてのマイノリティにあたる人種のコンパニオンとしての地位に照らしてゼロからヒーローへの構成を強調している嵐の到来と永遠の別れで彼らは最終的には魅力的で賢く熱血感だとしたイグンのアーサン博エはシリーズに ダン女の少女でミッキーがコンパニオンに加わったことを称賛し、彼は番組に新たな発見のセンスを加え、宇宙船に乗ることに関しての事故の感覚と伝播する興奮を視聴者が簡単に結びつけられると述べた。白栄はまた、サイバーマンラ来におけるミッキーの掘り下げに関しても肯定的であり、白栄は彼は常に物語と関係ない放置されたネタキャラだとかつては、 感じていたと述べた。鋼鉄の時代に関してのレビューでは、白絵は、このエピソードは、ミッキーの最後の成長と目的の発見、そしてヒーローになる様子を見るために視聴する価値があると、確信した。デジタルスパイのベンドーソン・ジョーンズも、ミッキーのヒーロー化を称賛した。2015年にデイリー・テレグラフのミッチェル・ホーガンは、ドクター風における男性コンパニオンの描写を批判した。 ここでは、ミッキーの他に、ローリー・ウィリアムズや、ダニー・ピンクが批判の対象に挙げられている。ありがとうございます。